生島新五郎、生島新五郎官報3年1月5日は、江戸時代中期の歌舞伎役者。江戸上王多くの月光院付きのお年寄りであった江島と共に江島生島事件の中心人物である。一方で、生島藩六夜二代目、市川段十郎の師匠の一人でもある。大阪生まれ。状況元年に野田倉野城の名で小引町の芝居小屋、三村座の舞台に立つ。 元禄四年、生島慎五郎と改名、当時を代表する人気役者となった。聖徳四年、大奥お年寄りの江島が寺へ参拝した、木と慎五郎の舞台を観覧し、その後宴会を開いたことで、大奥の門限に遅れ、大きな問題となった。このことから江島との密会が疑われ、捕縛の上、石垣の拷問にかけられ、自白させられた。 表情書が審理した結果、新五郎に三宅島へ、遠投の採決が下る。また、三村座の座元も伊豆大島への遠投となって、三村座は廃座となった。官報2年2月、徳川義宗により赦免され、江戸に戻ったが、翌年小網町にて73歳で没する。ただし、教法18年に三宅島で死去したという説もある。改名は道英神、同栄神次。 母書は三宅島にある。この事件を題材にした川柳に、やつさずに濡れとをするシンゴロウがある。やつすとは、化粧をするという意味。ありがとうございます。